はい、皆さんこんにちは、SYK代表北野です。今日は、集中力というお話をさせていただきたいなというふうに思います。この動画を見てくださっている方で、これから集客をですね、SNS を使ってもっと加速させていきたいであったりとかですね、もっと売り上げを上げていきたいとか、まあ反則にこれからもっと力を入れていきたいなと思われているですね、まあ事業者の方だったりとか、経営者の方多いと思うんですけど、そこで今日はですね、このまあポイントとして、一つの物事に集中して取り組むっていう重要性という話をさせていただきます。というのも、まあこれ僕自身がですね、浪人時代の時ですかね、に、まあ現役で大学全部落っこっちゃって、1年浪人すると、まあ親に土下座をして予備校に行かせてもらって、まあ一年間僕は死ぬ気で勉強したっていう、まああの話に関わる話なんですけども、まあ当時駿台の横浜校っていうところに行ってですね、まあ僕は当時一応第一志望がですね、まあ東京大学の法学部ってところをね目指していたんですけども、まあやっぱ東大受かるってなった時に僕高校卒業した時の偏差値がだいたい40前後だったんですね。で、もともと高校の偏差値も37で、まあいわゆるまあヤンキー校ではないですけど、まあ底辺校なわけですよね。で、そこから、東大に行くってなった時に、まあものすごい尋常じゃない努力をしないといけないわけですよね。っていうところで僕自身はその浪人の時にっていうのはですね、もう本当にまあドラゴンボールでいう精神と時の部屋っていうまあ話がありますけども、あれぐらいですね、もう本当に狂ったように一つの物事にまあ集中をしてですね、まあ1日13時間は最低でも勉強してたと思います。で、まあいろいろやっぱやってたわけですよね。で、それでまあ一つの物事にも本当にも友達との遊びだったりとか飲みの誘いとかも全部断って、まあ現役で大学に受かった友達とかもね、当時僕いたんですけども、からやっぱ誘い来ても全部ライブ、まあブロックはしないけど、まあ昨日記憶無視してね、もう勉強に全部注ぐんですよ。もう狂ったように全力集中。で、ずーっとやっていって、結果まあ大体浪人の夏ぐらいにですかね、で、まあ偏差値がある程度まあ70を超えるようになってきてですね。で、まあそこからまあ結局大志望に受からなかったんですけども、横浜国立大学の経営学部っていうですね、まあところにですね、まあ合格して、まあ後期試験で受かったんで、まあ偏差値で言うと68ぐらいのね、大学に受かって、まあそこは僕は大学中出して起業してしまうっていう話があるんですけど、やっぱりこれね、SNS 集客でもですね、同じことが言えて、一つの物事をですね、ずっとコツコツと続ける力って非常にやっぱ重要。逆に、多くのですね、経営者とかで、僕らの業界でも2年前から YouTube とか、そういったインスタとかを始めては見たんだけども、なかなか続かないとかね、あれこの人最近投稿してないなとかっていう状況結構あると思うんですよね。それぐらい、一つの物事を続けるっていうことが多くの人はできないんですよ。でも逆に言うと、それさえできればですね、ある程度の成功は狙えるよっていう、まあ考え方なんですよね。だから僕としてのおすすめは、まあ例えばいろんな SNS がある中で、どれもやっても足、どっちつかずになるぐらいだったら、まずはインスタグラム。これをまあ集中してやってほしいなと思います。で、このインスタグラムっていうのはですね、本当にもう今でも3300万人以上のですね、国内ユーザーの、いわゆるさ、まあユーザーが使っている媒体ですので、まあそこでしっかり自分の認知をやっぱ広げていくっていうのがすごい重要。で、インスタグラムをしっかりと強化していくにあたって、これを毎日ね、5分とか10分でもいいからコツコツやっぱ続けていくっていうところがすごい重要です。1日1時間とか1日5時間インスタをやりましたっていうのを月に3日とかじゃ意味なくて、1日30分でもいいから毎日続けた方がいいですね。で、これが、まあ自分でやるのが結構やっぱ大変だったりとかね、まあもちろんインスタグラムだったらリプ周りだったりとか、まあもちろんコメント周りとか、そういった各種テンプレートを沿ったやり方があるんですけど、これがどうしても自分では難しいっていう場合とかだったら、特に経営者の方とかね、それ以外にもやらなきゃいけない仕事膨大にあると思いますんで、まあ、そういう場合だったら、まあうちとか、まあもしくは他の会社でもいいんですけど、それでは運用をお願いするとかね、誰かにお金を払って任せるっていう形でもいいので、まずはそのアカウントっていうのをですね、SNS のアカウント、集客の要ですからね、これをしっかりと継続的に運用できる状態の仕組みを作っておくっていうのが、これがね、めちゃめちゃ重要になります。特にですね、一つの媒体を継続して、育てていって集客媒体にしていくっていう流れっていうのは、ポイントとしてはですね、誰にでもできることなんですよ。でもみんなできないんですよね。いわゆる誰にでもできるぐらい簡単なことを、誰にもできないぐらい尋常じゃないレベルでしっかりと続ける。これができれば、まあ、うちとかもですね、本当にいろいろなアカウントをうちは運用してるんで、まあ、SNS フォロワー数で言うと大体もう5万は超えてると思うんですけど、まあそこからまあしっかりと集客の柱として機能してるわけですよね。で、僕らとかって、まあ今大体月間で3000から4000万ぐらいっていう、まあ月間の売り上げっていうのがあるんですけども、そのうちの大体まあ6、7割ぐらいはですね、まあ一応もネット広告とかかけてますけど、広告費に頼らずに大体6、7割は SNS から売り上げが上がってる。っていう風なですね、仕組みを整えることができているので、やっぱあと大きいのはね、SNS で売り上がったお金って全利益なんですよね。あとそこに広告費とかっていう経費は入ってないので、それだけやっぱキャッシュフローもすごい良くなると。だから、今まではよくね、この動画見てくださってる方とかで、まあある程度年商規模がある方とかもですね、まあ広告に頼ってたりとかね、するっていうやり方本当に危険なので、まあ広告をもちろんやっていっていいんだけど、広告プラス SNS でもちゃんと売れるようにしていかないと、これからの時代どんどんですね、いわゆる広告取得単価、いわゆる CPA と呼ばれる
るものもね、上がってくるわけですよね。一人の未婚客リストを捕まえてくるのにめっちゃお金かかる時代ですよ。もう、ね、5年、10年前とか15年前とかは、1リスト300円で取れたのが、今だったら広告かけて1リスト3000円とかの時代なわけですよね。もうそれぐらい、広告費っていうのはすごいコスパが悪くなってきてる。だからこそ、広告に頼るんじゃなくて、しっかりと SNS のその要っていうのを、整えていくってことがすごい重要ですよと。まあ、今日ね、そういったお話をさせていただきました。なので、ぜひね、これからも SNS 運用、まあ、自分で自社に取り入れていきたい、内製化していきたいであったりとかね、運用を任せていきたいという場合もですね、そういった判断基準であったりとか、そういった SNS のノウハウっていうのをこれからもね、動画をお届けしていきますんで、ぜひね、チャンネル登録、そしてね、高評価ボタン、ぜひね、よろしくお願いいたします。また、下の概要欄からもね、SNS 集客の動画マニュアルプレゼントしますんで、こちらもチェックしてみていただけたらと思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。失礼いたします。